はい、まあ。もちろんあの自己転現する場合もあるし、えー、組織の内部監査が入る場合もあるし、えー、監査機関にお金を払って監査してもらうというパターンもあります。はいでこのことによって、えー、きちんとセキュリティポリシーがうまいこと動いてるかどうか、それを構築してコストを見合ってるんですかっていうことを調査していることになります。次、じゃあどういうふうに、えー、是正するかアクトです。 でこれはもちろん、えー、違反した人どういうふうに処罰するんですかっていう話、はいえー、いろんな法,法律に違反していないかっていうこともチェックしながら、えー、是正したり予防したりする必要があるということになります、はい、でこのようなサイクルは一回回すだけではなくて継続的に回していかないといけないです、はい、なのでやり方としては きちんと回せるようにまずは回すっていうのが大事ですまずは守れる程度のポリシーにしてくださいで、それを実行してさらに次のステップへ進んでいきその組織に適したような改善を行っていくということが必要でしょうという話です